おざす、クリキです。今日は長野県松本市に来ました。双葉駅かな、これはバスの、そうです、今日は車で来ました。あ、ここですね。ほれ、カードショップ浜屋さん松本店。こんにちは。あ、人がいます。人がいますけども、もうすでにたくさんのカードがね、ほら壁にもたくさんのカード、あ、そして見慣れたミニ四駆のパーツ。こんにちは、店長さんですか。あ、はい、店長です。よし、偉い人見つけたあのですね、なんかカードがいっぱいあるんですけどカードショップがメインですけど、ミニ四駆のコースもございます。両方あるんですね。あ、はい。ほう、こちらの方へ。こちらの方へ、シュート奥に行って、こう扉を開けるとあった、ありました、見慣れた3連が。これ結構あれなんですか、あのレイアウト変更されたりとか頻繁にやってはるんですか。そうですね、1ヶ月に1度、レースがあるんで、その時に変えていく感じで。なるほど、はい。月の定例は、いつ、毎週何曜とか決まってるんですか。はちょっと、決まってはないんですけど、不定期にやってると、はい。こちらの浜屋さん、松本店って書いてあったんですけど、はい、ここだけじゃないんですか。山梨の方に、はい、本店がありまして。なるほど、本店と、松本店の2つ、はい。こちらちなみに定休日とかは、まあ、月曜定休。あ、月曜定休。土日はやってはんですか。土日はやって、あと祝日も、月曜日が祝日の場合もやってます、はい。でですよ、こちらのこうデレーンというこの大きいサーキット、ちょっとタイムをいただいて、それをクリアできれば番組のステッカーをお店のどっかにね、ペチャッと貼っていただこうかなという企画で、あの来たんですけども、何秒ぐらいでしょうかね。そうですね、作った人が昨日17秒台出していたので。17秒台、ちょっと18秒切るくらいを目指していただきたいと思いますけど。なるほど、まあ分かりました。一回ちょっとね、やってみましょう。何事もチャレンジですから。デクロスブラックバージョンで、様子を見たいと思います。前回ね、マシンとの意思疎通は取れましたんで、あわよくは一発でいけるんじゃないか。よし、じゃあ1回目ね。あのドラゴンバックの着地1枚がね、不安なんですよ、あそこ。はい、はい、レディーゴー。よし、おっ、はい、見事にですね、コースアウト、デクロストルネードは成功ならずということで、それはそうですよね、ちょっと前もね、ブレーキ張ってないので、まあ、ちょっとガツッと止めて、ストップエンドゴー作戦で、攻略していきたいと思います。ね、きつめのブレーキ、ピンクはきついですからね。わかりました。よし、いや、レディーゴー。かなりのストップだ。なんでしょうね。あ、ダウンフォースかな、きっと。ブレーキじゃなくてダウンフォースがかかりすぎてたのかな。ね、まあ一応完走しましたんで、タイムをね見ます。17秒台やったら OK ですね。よし、せーの、ほい。全然あかんやん。ブレーキかかりすぎてたと思う人を手を挙げてください。はい、全員ブレーキかかりすぎてたと思ったのでちょっとねこの辺調整しましょう。もう微調整に入りましたよ。3度目のチャレンジ、じゃあいきます。はい、じゃあレディーゴー。おっ、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 でも
いい感じの走りやったんじゃないですか。そうですね、なかなかね。もうちょっとかな、じゃあ多分もうちょいの調整ですねこれ。そうですね。何回目かのチャレンジ、またねこうブレーキをちょっとこう横を溜み手で隠すみたいな。おい、はい、じゃあレディーゴー。おい、そこですね、やっぱりちょっとスピードが乗ってくると跳ねちゃうかな。これは俺気づいたんじゃないか。スロープはね、前ブレーキで対応しようと思ってたんですけども、後ろはね、テープだけなんですよね、プレートとノーブレーキで。あそこね、バンクの後にスロープじゃないですか、ドラゴンバック、あれが結構ポイントだと思うんですよ。フラットから、ドラゴンバックの角度と、バンクから直でドラゴンバックの角度やったら、これえらいことになってるんですよね。あっこで後ろも使ってブレーキングすれば、特にこことか減速せずにいけるんじゃないか。なんかこう理論派っぽいでしょ。そうですね。ってことで後ろにね、1ミリの青ブレーキを貼ってみました。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますよ。はい、レディーゴー。よし、なんとか完走しましたね。そうですね。あとはタイム17秒出ればいいということですけども、19秒67。あ、ブレーキのセッティング的には結構いい感じに、はい、良かったですね、なってましたね。あとはもう初速かな。あとだって2秒ですよ。2秒ですよ。ミニ四駆にとっての2秒はもう本当なんでしょう、月と太陽ぐらいかなり離れてますからね。やってみましょう。やってみましょう。はい、はい、パワーが違う。はい、じゃあレディー、はい、ゴー。はい、やっぱり止まる。やっぱり後ろにもブレーキいるってことですね、これ多分。そしてタイム19秒18。これ17秒台厳しいんちゃうかな。これちょっと1個相談なんですけど、はい、例えば、私空力と、お店のどなたか、バトルさせていただいてですね、はい、見事勝てばステッカー貼っていただくみたいなことはお願いできないでしょうか。わかりますほら結構早めに分かりましたって言ってくれたらよかったです。このままでもどんどん下がっていくところでしょうからね。やった。じゃあ、はい、店長が走らせますか。じゃあうちのミニ四駆担当。ミニ四駆担当、急遽空力の、わがままに付き合わせてしまって非常に申し訳ません。お、究極のクリアボディですよ。もう見えないぐらいのね、透明感のあるボディが乗ってます。見えないボディを乗せたマシンと勝負。はい、店長、はい、じゃあ行きますよ、はい、レディーゴー。ということで、ね、優しい店員さんのおかげで、あれわざとコースアウトしていただいた感じですよね。まあそういうことになります。
まあこういうね、あの見えないボディを使ってわざとコースアウトしてくれる店員さんもいるこちらの浜屋松本店さん、非常にいいステーション。あ、ってことはですよ、こちらの番組ステッカーをじゃあ、店長さんお渡ししますんで、はい、店内のどこかに貼っていただいて。わかりました。で、ね、手元にもう一枚あるので、あのもしよろしければあの見えないボディに貼っていただいて。はい、木曽さん今日はありがとうございました。はい、こちらさんやりました。はい、こちらに見えたら見ていただきます。ビンテージのデッキは置いてきましたよ。メニしかやんないから。くそ、やったー。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。何がおもろかったんですかねこれ。今やると全然面白くないねんけど。